マイナス補正すごいめっちゃついてる。ほらでも体力スタミナは別にねえ、なんで私はマイナスつけられてんだこれ。なんか変な装備でもつけれる？その剣が悪いのかね。さあほらもう死ぬよこれどうしたの。なんだかわからない。違うとこでね。ね、違うとこ来ちゃった。まさか違うところにあるとかいうオチ？押す。開くんだ。開くの？これはどう直せるの？これについてがさ、詳細がわからないにしてもさ、直せるもんなんじゃないの？なんだろうね。いやー、想像つかない。全然。もうこういうキャラなのかな？危ないんじゃない？なんか。うん、聞こえる。動いてるね。そいつだ、そいつだ。動いてるね。分かってたからってなんだってんだよね。それか。思ってたのと違ったよね。転がってきた。うん、いいね。いいけど、すごいかわしたね。どこ行ったの？いや、はまるぜ。はまるぜ。その、ローリングじゃない限り。うん、結構ボコボコできるよ。ほらほら転がったらその後パンパンパンぐらいもいけるでしょ。ほら何も出ないよね。ねえ、なんか出しそうな感じだけどね。でも回復アイテムはバンバン手に入ってるな。これは開かないんだろうね。なんかここに仕掛けがあるよね。あ、レバーじゃん。これ引けばいい、ね、普通に引けそう。え、それってもしかしてさっきのとこじゃなくて？あ、違うのか。このお腹痛いのはどうやったら治るか。ちょっとなんかチェリーとかで壊せないかな。押すんだ。あ、いっぱいいるよ。いっぱいいる、いっぱいいる。これはまずいね。さあ、おびき寄せるにした。え、なんだ。何にも持ってない。何にも持ってるんだ。いや、殴り勝つしかないんじゃない。それこそノーロックオンで縛っていくしかないんじゃない。こうしてよ、こうして。走ってきた、走ってきた。一番元気な子走ってきたよ。足山壊れるね。よし、次はドイツだ。回復アイテムそれで合ってる？分かな？うん。大切りかな？ちょっと来てるね。ちょっと待ちなさい、みんな。白いの出たな。いた。ケツ。飲んで。ちょっと。同じような動きして戦ってんだよ。今
あ、いらない。今の振りは良かったね。かぐわしいが2個になったか。まだ1匹いけるわ。まだ1匹いけるわ。2匹いけるわ。あ、ここだ。鍵あったね。あったね。違うとこにあるとか。もう嘘くさいよね。絶対ここじゃないと思ってやってたのにね。ねえ、違うとこ来ちゃったなぐらいに思ったのに。スタミナ、スタミナ、スタミナなくなってたんだ。片当てだね。何何、壊れかけた壊れかけたって言ってたじゃん。あ、いいんじゃない、入れ替えるってね、処置じゃなくて。なんか置いちゃったよ。何、今どうなってんの。あれあれおかしいぞ。あれあれおかしいぞ。あ、入れ替えるってんじゃない、これで。うん、あれでいいんじゃない、なんか、なんだろうね。捨てればいいんでしょ、これ。そうそう。ちょっとあれだよね。ねえ、ちょっと意味がわかんないね。せめてあのさ、ストックの場所がもうちょっとわかりやすい場所だったらやりたいことはわかるんだけどさ。所持するじゃないのか、また同じこと起きるんでしょ、これ。何が出たんだ、あ、剣だよ、また剣だ。これはいいんじゃないのね。いい剣っぽいよね。あれ普通に持ったよ。ね。あらららららら。どういうこと、あ、これが切り替えられるってこと、切り替えた、なぜか左用の剣だね。それはもう一本の剣とは切り替えられるわけ、ね、ガードしてんね。あ、ガードとパリーなんだ。それはガードなんだ。あれでもあるじゃん。じゃあこの剣はガードはできるんだってことか？あね。うん。でもあれ、縦のガードボタンと違ったよ。だからほら、ちっちゃい方の剣はガードはできないんだよ、そもそも。同じだ。え、うん、ちょっとすぐ閉まっちゃうんだよね、これ。切り替えた。あ、ダメね。縦のガードボタンとはまた別だね。パリーのボタンでガードする。ああ、じゃあ。この剣ではパリはできないってこと？そうだね、これしかできない。ああ、じゃあパリかガード。つかパリしてなかったね。うん、そうだね。なんだろう。なんかやるのかな。あー、なんかでもそれはなんかプロモで見た。それぐるぐる回すんだ。それレバーつけるよ多分。あとでね。うん。おじさん助けに行くんだけど、どっから来たんだっけこれ。もう俺だって分かんないよ。こっちじゃない？いやー、もう全然分からん。まあおっさんとこまで頑張って戻るしかない。あれれれれれれれ、耐えちゃった。フリーザー、ね、フ
振りが遅くてダメだね、妨害できない。いいね、抜き道だね、抜き道。ロックオンしろよ。モーション利用して横から切ってんだよね。それ抜き道ね。ウィさん助けたいね。なんか出現した時の音。すごい。鍵穴もないのに鍵を開けたな。ね。履いてる？履いてました。ちょっとこうするとちょっとまだね怪しいけどね。ちゃんと履いてて。Heavens, you made it. How could I ever repay you?I truly thank you. え？ Say, do you have any idea what is happening on this side of the country? I've traded here for years. It used to be peaceful. They felt cheery and welcoming. Now, I can't see this feeling. Could it be? Oh, good heavens! Could it be? Do you think those monstrosities are what's left of these folks? Madness. Utter madness.It's a damn prince's rotten work, I tell you. Curse him! I should have known! I should have seen that after the royal schism, we pled to be reaping that grief for years to come! なんかだから、心当たりがあるわけ、この人は。トイレ我慢して、人の話聞いてる人みたいな。ははは、どういうこと？I'm afraid that's a tear in another time. ほんとだ。トイレ行きたいんだけど、みたいな。I must focus on finding my rights. If they...Haven't been turned into wooden freaks yet. I thank you dearly, miss. I owe you my life. I will not forget this. Please be careful out there. 長いよね、話がね。トイレ行きたいからね、こっちはね。You too, don't you? 話も長く感じるわな。Please be careful out there. I sense something eerie. え、何何だったの、この人助けるっていうのは。いや歩き方よ、歩き方ひどいんだよな。なんでこんなに、なんでこんなにお腹痛そうなんだろう。それ面白いよね、レバー軽く入れるの面白いよね。ちゃんと見てみようか。なんだろうね、矢が5本あるね。いつの間にかベリーいっぱいあるじゃない。クエストって、ね、クエスト何も受けてないもん。ほら、なんだろうね、そのデバフついてんの絶対関係あるよね、マイナス。ほら、あ、睡眠とってないみたいな、そういうことかな。え、そういうのあんの。いや、わかんないけど、ほらさっき休憩してろどうたらとかって言ってたじゃん。スタート地点には戻されてはいるけど、でも休憩的なことはできてないってことなのかな。だから俺らの気づいてないさ、スポットが実はあるんじゃないの、休憩スポットが。ちょっと登ろうか。うん、最初のエリアとか戻った方がいいのかな。お腹押さえるから分かんなくなっちゃうんだよな。猫吸ってくれたりとかね。そう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 。あんま変ない。ああ、あんま変ないじゃないんだ。そっちから見るんだ。見方分かってなかった。いや、違う、なんか、そっちがダメージなんだと思って。で、やつ、じゃない？うわ、めっちゃ減る。めっちゃ強い、これ。8割削っちゃってる。強い。あ、なんか、音するけど、あなたの音？いや、頭打ちつけてるやついるでしょ。これか。ああ、弱点弱点。弱点だね。振りがでかい。抜きだほうで。起動使えるようになっちゃう。タルだ。タル。半分いく半分いく。すげえすげえ。
転がってくる。あ、出せばいいんだけど。転がった転がった。あははは、当たってないんだよな。全然違うとこなんだよな。強いじゃんこれ。その剣は強いね。しかもほら下手ってないよ全然ね。これですね、これからのスタイルは。わかんないけど。ちょっとあれだよね、睡眠。そうだね、それ解決しないことにはちょっとな。光ってるずっと。ああ、回復中だったから。あ、セーブポイントっぽいとこ来たね。そうですか、これ。そうだね。あ、休むだって。休む。え、やっとお腹治るんじゃない？ああ、眠るってあるよ。うん、眠るんだ。なるほどね。じゃあさ、復活した後寝なきゃいけなかったのかな。あそこで寝るの？わかんないけど。同じ場所でしょ？復活で出てきてるとこでしょ？そこはなんか、空気読んで、全開で復活してくれよって感じだけど。ね。ああ、やっとお腹治った？でもね。ああ、じゃあお腹が、あれか、抑え出したら寝なきゃいけないってことか。ステータスはどう？これで？ああ、マイナス、マイナス、ご丁寧にマイナス0って書いてある。マイナス前提で書いてあるもんね。減らすの、減らすのメインで書いてる。まあガンガン進んじゃっていいのか。じゃあ木の人しかいないよね。ねえ、もう最後まで木の人で押し通しそう。あ、泣き動画聞いてないよ。ちょっと待って、大攻撃はこんなもん。前覚えてる。あ、なんか落としてるね。あれ胸当てだって。めんどくさいもん落とすな。まあいいよね。そうさ、どうすればすんなり装備できるんだろう。刺激だ。ステータスがあれしてたからか、減ってたから今の方が威力高いってこと。危ない危ない。紙一重じゃない。そういう当て方してるからじゃん。あー、なんか来た。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いの来たよ。何あれ。ちょっとちょっと、気持ち悪い。消えた。倒したの？ちょっとセクシーポーズで倒れちゃってるね、これですね。いや、倒れよう。倒れ姿確認しに行くなよ。あれ？なんかあるよね。あるなぁ。なんで前確認してんの？なんか、何その、ゴブリンの頭みたいな。なんだろうね。画質がちょっと荒いのが困るんだけど。パパのベッドとママのベッドみたいなこと？そうだね、あの二人のベッドじゃないこれ。住んでたね。お墓かな。お墓じゃない？あ、ベッドかな。頭の位置みたいなのあるもんな。あの枕みたいな。あ、間違えちゃった。間違ったよ、もう。ああ。
お墓なの？いや、わかんないけど。ベッドかな？埋まるところないか。ベッドか。普通に考えてベッドか。なんでもなかったです。かわいそうね。上の方とかなんもなかった？じゃあ、こっちが奥さんね、きっとね。あれー、ここ、あー、上の、塗んじゃないのか？来たよ。毒だね、毒入ってる。わー、毒また入ったね。わー、こいつはあれじゃないの？そうだね、早い方がいいんじゃないの。弱い。初めて剣切り替える意味が出たね。どうしろって？呼べるの？あいつが来れないって今ちょっと俺ら困ってたね。来ないでしょ。ね。これ何？まあいいや、ちょっと押してみようか。普通に押せない。この出っ張り意味あるのか。意味ない。じゃあ呼んでみるか。そこに多分乗せるんでしょ。乗せ、一緒に乗るんでしょ。そうだね。うん、でも来れないっていう話じゃなかったの？ダメだね。ねえ、このエリアにそもそも来れないから困ってるんでさ。じゃああれの反対側があるのかな、普通に。あれの反対側を開ける場所があって、そこを開けた前提での話なのかね、今の。最初に詰まった扉の反対側？このエリアに本当は来れるのかな、うん、いっぱいいるけど。ちょっと壁際うろうろして、扉の反対側がないか。いないよね。うん。ほら、あったよ、あったあった。あったあった、でもレバー、あ、レバーあったあった。あー、じゃあじゃあじゃあ、そういうことだ。じゃあ今度乗ってこうぜ。ベリーいっぱい食わして。あー、いたいたいた、いたよ。しこたま食わして。大丈夫？あ、撫でるしかできない。あー、じゃあ、行こう。乗れるのね。うん。ちょっと走ってこしかない。いいんじゃない？行こう。バンバン蹴るんだ。遅くない？遅いよね。あいつは突き飛ばすぐらいの勢いで走れないと、ちょっと連れてる意味ないぞ。避けてくれたよ。あれだよね。相手しないんだけど。なんで？まさかの、まさかの役に立ち方なんだけど。敵に無視されるっていう。チョコボね、チョコボ。復活しちゃっていいじゃん、この人。ちょっと離れただけなのに復活してんね。でも、のんきだ。あれかね？襲ってこないのかな？襲って、言った途端来たけど？あれ？ちょっとちょっと、あー、お疲れた、疲れた。いや、いっぱいいる。大丈夫なのそれ。どうしたの？来てるよ、すごい。いや、ここはあれでしょ。フレ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 、一体強くて笑うんだけど。すげえ。抜き道だ、抜き道。ああ、じゃあこれで先に行けるようになったんだな。
大丈夫、休憩しないで。ステータス減ってきてんじゃないの。結構立派に減ってんな。普通に乗ろうとしてる。まだいけると思うよ。満タンじゃん。仲良くなったんじゃない？そんなことない？だってさ、最初数メートル行っただけでさ、ストレスガンガン溜まってたじゃん。それからしたら全然ストレス溜まなくなったよ、ほら。全然溜まってない。しかもスルーしてくれるし。あ、これはダメだ。こいつらは追ってきてるわ、急に。行け、逃げろ逃げろ。逃げるんだ。待って、変なのいるよ。誰？わお。ちょっと待って、危ない。ちょっとザコから。ザコの処分から。怖いよ。ちょっと。え、慣れてきたんじゃないの？じゃあ。大事なとこで。ちょっと強くない？強い。痛い。ダメージ食らわなくなったよね。いきなりなんかやってるけど ね、ずーっとやってるよ。これかな。すごいブルブルするけど、ここでも。ほんとだ。ブルなんかそのタイミング合ってるっていうタイミングでブルブルするけど。振動かね。いや、だろうね。敵じゃないんじゃない。なるほどね。これでもかって言わんばかりのボスの音楽流れてるけど。結構構えちゃったけど。怖いよ、すごい怖いよ。これあれじゃないの、家の人じゃないの。対応するのか。あの家の人じゃないの、ほら。違うね。一撃で相当減ったぞ。いや、大丈夫。合ってたか。ちょっと見えないね。あー、死ぬね。やるね。よし。あれ、危ない。足元に入り込んでる薬。また飲んじゃったよ。危ない。あ、うまい。あー、そのスタンプがあるんだね。それはダメなんだ。そうね、そういうことね。うん、つっても一撃しか当てらんない。あ、もう、分かったね。振りがそっち向きだから避ける方向違うんだ。前をかけています。もないの。冷たい混合液じゃん。冷たいのかな。うん、冷たいのじゃないね。ないんだ。早い。ブルブル言ってる、すごい。あら。まあでも見切ったよ。見切った。魔法が使えるんだ。コンパニオンに乗っても同じ効果を発揮できます。
寝た方がいいんじゃない、寝た方がいいんじゃない、見して見してステータス、うん、ほらあららら、なんかねレビューでね休憩となんかセーブをどうのこうのって一緒にしてほしかったってなんか書いてあったな、このことかな、そうだろうね、うん、一回やられて復活した後にもう一回寝なきゃいけないっていうさ、だからやられた後のデバフを引き継いで復活するから結局その復活ポイントで寝なきゃいけないってことでしょ、でしかもロードされてるっていう、これそれは言われるわ、これ意味あるのかね、ないよないよ、ガードしてみようか、いやー怖い、こっそり減りそう、試しでね、試し試しで一回、まさかのまさかのガードできないっていう、スタンプぐらいはなんかできそうだけど、ガードでもヒットアンドウェイしちゃった方が良さそう、切る、いやその切り方下手なんだよな、抜き道が頭にありすぎるんだよな抜き道する必要はないの、うん、いいねいいね、いやーいい嘘でしょないのないの、回復アイテムないね、ないの、かわす、一回切る、逃げる、当たってない、そうだよね、それで逃げるしかないな、当たってないんだよな、ハハハハハ、ほら2回振るから、飲んで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 、1回でいいんだよ、1回でよく出すから、どうしたくぐったよ、あら、あ、なんかおかしなことになって今くぐるの意味あるんじゃないの、もしかしてまたくぐるのね、実は意味あるの、ちょっとくぐってみて、スタンプ2回やったらくぐってみて、ちょっと切り株は邪魔だよね、スタンプする、いや一回切んないと絶対スタンプする、そうなのか、切って、あーやっぱやってる、なんか意味あるんじゃないの、近くで足元でスライディングするの、間違った普通に正面普通に正面から切ってた、抜けろ抜けろ抜けた、えほらやるやる、あそれ攻略法だ、全然関係ねえけど倒したタイミング、あーなるほど、股をくぐるとあのモーションするからみたいな、あなんか出たね、わかんないんでね、これだね、はい、どうでしたか、いや、なかなか興味深いゲームだったね。ほんと？いやー、俺は取れたかねえなーと思って見てたんだけど。なんかさ、あのさ、牧歌的なのはいいんだよ。盛り上がりがさ、ないっていうか、なんかなんつうのかな。ゆっくり探索していくみたいな雰囲気は別にいいんだけど、でもそれにしてもなんかもうちょっとメリハリあってもよくない？そうだね、うん、ここはっていうボス戦がさもうちょっとあったりとかしてもさよかったな、うん、あとはストーリー性がちょっといまいち分かんなくない？
そうだね、何やってんの、うん、何やってんのか分かんないんだよね何をしてるのかがちょっといまいち分かんなくってさ、そのバックボーンにあるストーリーがふわっとしてるものなんだったら、逆に今目の前で何やってるかははっきりさせといてほしいし、なんかオープンワールドでこうどこ行ってもいいよっていうようなふわっとした直接的な目標にするんだったら、逆にバックボーンのストーリーはもっとはっきりしたものにしてほしいし、どっちもふわっとしてるじゃん。あとたまにね、出てきたと思った人の話が長すぎるんだよね自分の話だしね、自分の話長々とするしね、なんかいろいろ惜しいな。ただ900円990円、かぐわしい価格だよね、かぐわしい価格、うーん下の混合液を読んだだけじゃんかぐわしいゲーム、だからさ、その値段でバランス取ってくんのずるいな。まあしょうがねえなってなっちゃうわ。ちょっと会議だねこれはね、続けるにはちょっと会議もんだねこれはね。そうだねまだあれだもんね、続けてもらってないゲームの言い分もあるしね、それこっちやるんだったら。そうなんだよ、だからさ、これ無理にやるぐらいだったらアシェンでいいんじゃねとかってなってくるからさ、まあちょっと、うん、あれだ、計画的お蔵入りだからさ計画的なお蔵だから、こういうのもうちょっとこうね、アイテムのこう出し入れとかがもうちょっとね、スムーズにいければいいんだけどね。そうだね、なんかもうちょっと惜しいところはあるよ ね、 なんかそう、時間かけなくていいところに時間かかっちゃうからさ、バカゲーにもなりきれてないというかさ、なんかちょっと惜しいんだよな。これが発売直後のゲームだったらいいんだけど、1年経ってるからね。やられたところからもね、サクサクいくねえ、あそこを ね、改善できれば改善できるところだと思うんだけどね。あそこで2回ロード入っちゃってんのがおかしいんだよな、せめて2回ロード入んなかったら別にさ、うん、うん、まあいちいち休むめんどくせえなってだけの話なんだけどさ、2回ロード入ってんのが致命的なんだよね。はい、まあこのゲームの評価はこんなもんで、この今の画面じゃ全くわかんないね、これね敵なのか主人公なのかなのかみたいなどうして敵の顔吐いちゃうんだろうな。あのほら、だって重要なサブキャラがあのほら左下にめっちゃちっちゃく見切れてるからねそっぽ向いちゃってんだもん。ほんとだよ、次回お楽しみということであればね